では、そのアイアムユーザーに本当に必要なポリシーの厳選方法を発表させていただきます。よろしくお願いいたします。タイトルにはアイアムユーザーと記載していますが、内容はアイアムポリシー一般についての内容です。ユーザーだけでなく、アイアムグループやロールについても同様に参考にしていただける内容になっているかなというふうに思います。はじめに、本セッションは AWS アイアムについての初心者向けセッションです。アイアムポリシーに設定する権限を絞る方法について発表します。改めまして、私はクラスメソッド AWS 事業本部オペレーション部の加藤沙織と申します。詳細は割愛して内容に入らせていただきます。最初にまとめです。もろもろのリスクの管理のために、 CAD の権限をつけているユーザーやロールは権限の見直しをお勧めします。2つ目、アクションの制限は手間がかかりそうに感じますが、サービスごとの読み書きレベルのざっくりした設定からでも意味はあります。そこからだんだん実際に動かしてみて、動作した実績を掘っていって厳しくしていく方法などをご紹介します。3つ目、アクションに限らず、コンディションによる適用条件の設定も可能です。コンディションでは本当にいろいろなことができるので、ぜひチェックしてみてください。それでは、はじめに、まず AWS の権限管理の仕組み、IAM について簡単なおさらいからさせていただきます。IAM を構成する要素はいろいろありますが、今日お話しさせていただく中で押さえておきたい3つの要素についてご説明をいたします。まず、IAM ユーザーです。このイラストで言うと人に当たります。こちらは AWS アカウントのログインユーザーを表します。一般的には一人の人間に一つ割り当てられて、ユーザーの名前とパスワードなどの認証情報を持っています。次が IAM ロール。帽子の絵で表されることが多いです。こちらは IAM ユーザーや AWS リソースが引き受ける役割です。このイラストでも帽子を指していますが、この人が帽子をかぶる、つまり IAM ロールを引き受けることで、例えばお店で言えばレジ係、会社で言えばシステム開発者などの役割を一時的に担うようなイメージです。そして、IAM ポリシーというのが今回の話のメインになります。IAM ポリシーは、この人、つまり IAM ユーザーやその人が担うロールに対して、何を許可するか、何を禁止するかといった情報を設定する、いわば許可証のようなものです。このセッションでは、IAM ポリシーの内容を適切に設定していくためのお話をします。そして、この IAM のポリシーについては、そのセキュリティのベストプラクティスが公式ドキュメントなどで紹介されています。その中の一つに、最小限の特権を認めるというものがあります。これは IAM に限った話ではありませんが、ユーザーに対して不必要な権限を与えないことで、例えば誤操作だったり、ソフトウェアの欠陥、設定ミスとかバグですね、そして不正行為などによる意図しない動作を制限することができます。なので、IAM ユーザーやロールにもできるだけ小さな必要なだけのポリシーを渡すことをお勧めされています。それでは、IAM ポリシーの設定内容の構造を見てみます。IAM ポリシーはこちらのサンプルのようなポリシードキュメントと呼ばれる JSON のドキュメントで設定されています。今画面に出しているのは、かなりシンプルなものです。上からエフェクトというところがアロー、許可、アクションというところがアスタリスク、すべての、リソース、アスタリスク、すべての。つまり、すべてのリソースに対するすべてのアクションを許可するというものです。AWS アカウントの中に最初から存在する AWS 管理ポリシーの一つであるアドミニストレーターアクセスという名前のポリシーの中身はこのようになっています。これは何も制限がかかっていない状態のポリシーです。では、次のスライドで具体的に制限がかかったポリシードキュメントを表してみます。例えばこのようなものです。この場合のステートメントの中を見てみます。アクション、上からアクションですね。アクションはどんな操作を行うか。リソースはどの AWS リソースに対して操作を行うか。次、コンディション。ここは必須ではないんですが、どのような条件の時にこれらのポリシーの適用を行うか。そして最後、エフェクトは定義したアクションを許可するのか、それとも拒否するのかを定義しています。つまり、このポリシーは、上からアクション、EC2 ストップインスタンスという操作。つまり、インスタンスの停止をすべてのリソースに対して、コンディションでリソースをつけたオーナーという名前のタグの値が、そのユーザーの名前と一致した場合に、そのアクション、つまりインスタンスの停止を許可するといったものになります。このように、アクション、リソース、コンディションの組み合わせによって、IAM ポリシーに与える権限を制限します。この動画では、アクション、つまりどんな操作が必要かの絞り方をメインに、コンディションの設定も少しだけご紹介いきます。それでは、アクションの絞り方をご紹介していきます。アクションでは、どんな操作を許可するかといったことを定義します。アクションはサービスごとにとても細かく定義されていて、ゼロから取り掛かるとすごく時間がかかってしまうので、何らかのベースをもとに設定していくことをお勧めします。
まずはじめにお勧めするのは、公式ドキュメントからポリシー例を検索することです。プレイスのドキュメントは充実していて、一般的なユースケースだと似たようなサンプルが見つかるということはよくあるので、過不足なく設定を入れるために、まずドキュメントを一度探してみることをお勧めします。そして次に、自力でドキュメントが見つからなくて自力で設定を入れる方法としては、制限の程度によって3つの段階を今回は設定しています。1から3まで数字が大きくなるほど、より細かい制限をかけることができて、その代わりに手間がかかる方法になっています。まず、レベル1、サービス別のリードオンリーアクセスはフルアクセスを指定はすごくシンプルな方法なんですけれども、ここを設定するだけでも誤操作などによるリスクを減らせるので、ここだけでも設定できないか確認してみることをお勧めします。それではまず最初に3段階中1つ目、サービス別のリードオンリーアクセスやフルアクセスを指定というところをご説明させていただきます。まず一番緩くてハードルが低い方法ですね。サービス別に読み取りが必要か書き込みも必要かっていうところをまず検討して、読み取りが必要なサービスにはサービス名リードオンリーアクセス、読み書きどっちも必要なサービスにはサービス名フルアクセスという名前のポリシーを設定していきます。例えば EC2 であれば Amazon EC2 リードオンリーアクセス、 Amazon EC2 フルアクセスという名前のポリシーが、 RDS であれば Amazon RDS リードオンリーアクセス、もしくは Amazon RDS フルアクセスといったポリシーが存在します。そしてこの時に、もしあまり使わないサービスも一応参照だけはできるようにしておきたいという場合も多いと思うんですが、そういった時にはサービスを限定せずに全てのリソースの読み取りができるポリシー、リードオンリーアクセスというものを許可することもできます。そしてこのリードオンリーアクセスを使うと、例えばほとんどのシステムを参照していいが、特定のいくつかのサービスだけは参照させたくないといったようなケースで、まず、リードオンリーアクセスをつけて、すべてのサービスの参照をまとめて許可した後に、また別のポリシーをつけて、特定の参照用のアクションだけ拒否するといったようなポリシーを一緒にユーザーにつけることで、そういった設定を実現することもできます。という補足です。こちらは、リードオンリーアクセス、フルアクセス、参考のスクリーンショットです。このスクリーンショットを撮った段階では、フルアクセス系だけで885ポリシーあったようです。大体のサービスには AWS が用意したフルアクセスだったり、リードオンリーアクセスといった名前のポリシーが設定されています。これは非常にシンプルな方法ですが、アドミニストレーターアクセスなどによって一括で全部許可といった設定を入れるのではなくて、サービスを制限したり、書き込みだけでなく読み取りだけに制限するといったことをするだけでも、誤操作などのリスクを代防されることができるのでお勧めします。はい、そして次に2つ目の方法。まず先ほどの方法をベースにもう少し絞りたい場合の方法をご紹介します。ここでは先ほど設定したサービス別のフルアクセス、リードオンリーアクセスの AWS 管理ポリシーをベースに、さらにもう少し絞っていきます。まずはじめに、ポリシーを新規に作成して、先に設定した管理ポリシーと全く同じ権限を持った別のポリシーを作成します。そして2番目、そのポリシーから許容できないアクションを除外したり、さらに必要なポリシーの追加を行った後、先ほど IAM ユーザーにつけたポリシーを新しく今回作ったものと入れ替えるといったような作業の流れになります。こちらがポリシーの編集設定画面です。ビジュアルエディターという V のエディターを使うか、JSON 形式の設定をテキストで書くかを選択できるんですが、この画面はビジュアルエディターを選択しています。設定したいアクションが事前に明確に決まっていない状態で試行錯誤していくのであれば、ビジュアルエディターの利用をお勧めします。これを使うと、V で EC2、ELB などサービスごとに一気に権限の付け外しができたりとか、また各サービスの持つアクションを一覧できたり、チェックボックスでリストとか読み込み、タグ付け、書き込みといったまとまったグループ単位で一括で設定を入れることができます。そして一括でなくてもアクションを一つ一つ細かくチェックすることもできますし、ざっくり見たい場合に、例えばセキュリティグループに関する権限だけ付けたい場合は、画面上、コントロール F でセキュリティグループで検索をかけると、セキュリティグループに関する権限の一覧をすぐチェックすることができます。この機能で大体ざっくりもう少し大まかに絞り込むことができるかなと思います。大体のサービスでアクションはかなり数があるので、緻密に見ていこうとすると骨が結構折れてしまう作業になると思うんですけれども、厳密にやればやるほど設定して動作確認してトライエラーしてといった繰り返しになっていくので、ある程度割り切って進めていくのもありかなというふうに考えております。ということで、手探りで絞り込んでいく場合には、ビジュアルエディターの利用をお勧めします。GUI でサービスごとにアクションの一覧を見ることができるのと、似たようなアクションがグルーピングされたり、画面上で特定文字列の検索をかけることができるので、こちらの方が優しいです。
そして、絞り込みにあたっては、ある程度、トライアンドエラーを繰り返しにしていくことになります。そして、次が3段階中3つ目です。ここでは、既存の IAM ユーザーが今まで行ってきたアクションの実績を見て、実際に使っていたサービスやアクションをピックアップする方法を紹介します。AWS IAM の機能である IAM アクセスアドバイザーと AWS のサービスの一つであるクラウドトレイルについてご紹介します。まず、はじめに補足なんですけれども、記載の通り、過去の履歴保持日数や履歴を保持できるアクションの対象には条件があって、100%完璧な一覧というのを出すのは難しい場合があります。なので、すでに運用を開始したユーザーの権限を絞り込んでいくというよりは、運用の開始前にある程度絞ってしまうやり方を本来はお勧めしています。では、まずはじめに動作実績からピックアップする方法をご紹介していきます。まず、 IAM アクセスアドバイザーのご紹介です。これは、各 IAM のリソースが過去100日間どのようなサービスにアクセスしたかを表示してくれる機能です。基本的には、例えば SNS を使ったとか KMS を使ったといったようにサービス単位での追跡になるんですけれども、2021年9月末現在、EC2、IAM、Lambda、S3 の4つのサービスについては、具体的なアクションまで追うことができます。実際の画面をご紹介します。まず、IAM アクセスアドバイザーは、IAM ユーザーロールの設定画面から、この囲まれているアクセスアドバイザーのタブをクリックすると表示することができます。そうすると、次に画像のように、過去400日、対象のユーザーやロールがどのサービスを利用したかをフィルタリングして表示することができます。このユーザーでは、コードグループ、イベントブリッジ、S3 などを利用していたようです。また、このピンク色で囲まれているフィルター条件を変更することで、逆に全く触っていないサービスの一覧も確認することができます。次に、アクションレベルの追跡です。アクションレベルの追跡が可能なサービスは、このようにサービスのところがリンクになっていて、ここをクリックすることで、アクションを確認することができます。例えば S3 ですと、過去このユーザーが利用したアクションの一覧、Get Storage Lens Configuration など、どのようなアクションを利用したかを確認することができます。以上が IAM アクセスアドバイザーについてのご説明でした。次に AWS クラウドトレイルのご紹介です。先ほどのアクセスアドバイザーでは、アクション単位の確認ができるのは4つ、EC2、IAM、S3、Lambda の4つだけでしたが、それ以外のサービスでもこちらは幅広く確認することができます。ただし、サービスによっては S3 のバケットではなくオブジェクトに対するアクセスのように、記録のために事前に設定が必要なアクションや、クラウドウォッチのプットメトリックデータのように、そもそも記録できないアクションも存在しますので注意が必要です。クラウドトレイルでは、GUI 上では過去90日間過去のアクションの履歴を確認できます。GUI 上では90日ですが、事前に設定をすれば指定した S3 バケットの中により長い日数のログを保持することもできます。アクセスアドバイザーよりも広い範囲のサービスでアクションが確認可能で、アクションがエラーなく実行できたかといった製品だったり、アクセス元 IP アドレスだったりの詳細も確認することが可能です。以上がクラウドトレイルのご紹介でした。ということで、これらのステップやツールで絞り込んでいくことが可能ですというふうにご紹介させていただきました。いずれの方法でも、絞り込んだ後に動作テストを行って、やりたいことができなければアクションを追加していくような操作が必要になります。できるだけポリシーの制限は運用開始する前に済ませておくことをお勧めします。ここまで、アクションの絞り方についてご紹介してきました。そして、アクションリソースコンディションとある中で、今回リソース欄については対象のリソースの ARN を書くだけなので、この動画では割愛して、今回最後に少しコンディションの検討についてもお話をしたいと思います。コンディションではポリシーが適用される条件を決めることができます。アクションではどんな操作を許可するといったことを設定しますが、そこに対してコンディションでさらに条件付けを行います。ここではできることが多いので、一口に言うことは難しいんですが、例えば、目に出したような例の設定が可能です。そして、このコンディションの条件を記述する際のルールとして、条件演算子と条件キーを設定します。条件演算子というのは左側の緑色で囲んだ部分、条件キーは右側のピンク色で囲んだ部分です。これらが設定されると、条件キーに設定された内容をポリシーに書かれた値と比較して、条件演算子を使って計算をすることでコンディションの設定を行います。ここで書いた2つ、2行あるコンディションの中身は、上の方は操作元 IP アドレスが記述したリスト内に含まれるときだけ適用する。下の方は操作する対象の EC2 のリソースのリージョンが AP ノースイースト1にあるときだけ適用するという意味になっています。条件演算子と演算キー、条件キーは数が多くてちょっと覚えきれないので、どんなことができるっていうところを、ところは都度ネット検索を使っています。そこでは公式ドキュメントの URL 紹介に留めます。先日したように、IP 制限や MFA の強制などいろいろなことができるので、アクションの設定だけで物足りない場合は、コンディションの設定を確認してみてください。ということで、まとめに入ります。
諸々のリスク管理のために過度の権限をつけているユーザーやロールは権限の見直しをお勧めします。次に、アクションの制限は手間がかかりそうに感じますが、まずはサービスごとの読み書きレベルのさっくりした設定からでも意味あります。そこからだんだん実際に動かしてみた動作の実績を掘っていく方法などを紹介しました。また、アクションに限らず、コンディションによる適用条件の設定も可能です。コンディションでは本当にいろいろなことができるので、ぜひチェックしてみてください。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。